どうも、しんです、12月移植しました。はい、というわけですね。先日実際に受精卵として3つ取れたわけですけど、その中で BA' 一番良かったやつですね、それを移植しました。というわけでね、まあその11月の後半に、まあ、その子宮内フローラの結果が来まして、まあ、その時に子宮内フローラも良好だったという結果が出てきたので、今回移植になりました。子宮内フローラの再検査の結果、これめちゃめちゃ優秀でした。一番最初にやった時 0%、はい、まあ、なかったいなかったわけですね。ラクトバチルス率っていうのですね、ゼロ。これがですね、なんと、まあ、見せられないんですけど 96.5% まで上がりました。本当にですね、いや頑張ったわ。頑張ったよね。こんなに上がるとは思わなかったけど、だってあれだもん、普通に飲む錠剤の倍飲んで、かつ湿剤も1日たりとも切らさずガンガン入れたから超金かかったけどね。そうだよね、お金かかったよね。もう一回止まっちゃったけどね。めっちゃ高いもんだって。こっちはそれが一番プレッシャーでしかないんだけど、お薬めっちゃ高いね。薬がね、超高いんですよ。しかも助成金対象外だしね。助成金対象外なの？対象外か、ね、対象…だってサプリだもん。そうか。いやでもほら、環境が整ってたからいいじゃないですか。まあね、やってみてね。はい、そうですね。ちょっと僕は今ちょっと混乱して落ち込みようがね、まあ、混乱メダパニ状態になっております。というわけで、まあ、助成金をマックスまで使うおうということで、まあ、子宮内フローラとあと採卵、移植までこの3段階全てですねやってみたわけですね。ただ移植するだけだったらもうそこまでかからないわけですけども、まあとはいえですね、全てやったらですね、あの30万円全然オーバーしちゃったよということですね。まだ結果は全部集計してないんですけども、今度の結果を含めてですね、まあ、こんだけかかったなというのがまた出てきます。あの以前どのぐらいかかったか私自身はちゃんと把握してなかったんですけど、余裕で超えているということを先ほど知りまして、あの正直ですねビクビクしています。はい、どうなるでしょうか。というわけで、移植の結果また次回、まあ本当にすぐ出てきますので、ね、また次回動画に収めていきたいと思います。というわけで、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。